ボール楽しい。まあいっか。どうもサーブが苦手でな。ああ、なるほどです。私でよければ教えましょうか。私だってバレーくらい普通にできます。ほらね。すげー、なんて洗練されたサーブなんだ。どやさ。何かに取り憑かれていた気分だ。怖いよ。猫耳怖い。本当に大丈夫かな。よかった、気に入ってくれたようで。それにしても花ちゃん本当に可愛いんだ。嫌いなことですか。そうですね、私空気読めないってよく言われるんですよ。みんなはそこもいいところって言ってくれるけどよ。でも恋バナとかするときに私を混ぜてくれないですよ。絶対地雷踏み抜くからって。堅実な判断するな。なんか赤いよ。だったすか、ファイさん。ねえ、いいかげん起きて。ファイ、ふにふに柔らかかった。あっちはどうだったかな。いいねいいね、もう少しうつむいて目線だけこっちに。例えば真面目なところだとか、勉強ができるところだとか、努力家なところとか、実はすっごく優しくて困ってる人を放っておけないところとか、目つきが悪いところとか。目つきが悪いのは欠点じゃん。違うの、目つき悪いのを気にしてるところが可愛いの。目つきが悪い人が好きなんですか。今の忘れて。君ほどの力があれば自分の体を引っ張り上げるくらい簡単に。そういう意味ではありません。このような状況に陥ったのは初めての経験ゆえ、恥をさらすようですが、こうしてぶら下がっているだけで精一杯なのです。そんな細い足場に登るなどとても。わかった、なら俺が鎖を引っ張ってあんたを足場まで持ち上げる。よろしく頼みます。カノン、混ぜるのこんな感じでいいか。うん、完璧。カノン、オーブンシートって1枚でいいの。うん、いいよ。カノンちゃん、これは。カノン、ここのとこだけど。カノン、こっちは。ごめんね、ヨリちゃん。カノとはもう一緒にやんないから。そんな。どういうことですか。まあ、想像してみてください。おや、ムカムカムカ。なんだか嫌な気持ちになりました。でしょ。つまりそれは嫉妬。彼のことが好きだから嫌な気持ちになっちゃうってことなんです。でもな、夏美、今のお前ってそう悲観するほどか。
騙されるもんですか。マニュアルさえ使えるようになればこっちのもんなんだから。あ、何、何を確保。やめてー。こら、ああもう、男というのはどうしてこう。お前、手金の一枚くらい持っていないのですか。も、持ってません。もういいです、これを使いなさい。どうもありがとう。私に切られる前に洗って返しなさい。まずはジャンプしたまま目を開ける練習からです。ビシバシ行きますから、そのつもりで。頼む。そうして、1、2、3、4、5、6、7、5、5、8、9、8、10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 
イツキを置いてどっか行っちゃったらしいじゃない。この子半べそだったわよ。ニノ、そのことは内緒って。わ、悪い。あんたに一言言わなきゃ気が済まないわ。お、つ、か、れ。紛らわしい。アクイアスエレメント、エアリアルエレメント、ボーテックスシェイプ、バースト。は、早くくれ。冗談です。なるほどね。どうですか、奴隷使いの盾か。お、なんだ。なんでもありません。それにしても、あの痩せっぽちのガリガリをよくぞこの短期間でここまで。処女でも金貨20枚は硬いです。私は処女です。ならば35枚。金貨35枚か。ナオフミ様。え、私の勝ちなのだ。私の方が長い時間潜ってられるのだ。いいえ、勝ったのは私です。違います、ほんのわずかの差ですが私の勝ちです。よし、だったらもう一回だ。決着をつけてやる。いいでしょう。せーの。はあ、あっち楽しそうだな。まあ気まぐれや道楽でやるつもりでもないみたいだし、不慣れだが懸命な二人を見てたらな、微力ながらサポートしてやりたくもなる。まったく、こういう活動は柄じゃないんだかな。
そういうところですよ。本日の勝敗、かぐやの負け。もっと早く。